オーナーはカレコレ屋の3人の身元引受人をやっている企業医へ、スーツ姿がニャウリンとした美人、ただなんで影には厳しいのか。それは質問コーナーによると、世の女性は大体そうとか、一方で罪を重ねてきたと意味深な回答をしているが、実際などうなのだろうか。だけど根は影にも優しい。で、本作の書籍カレコレ TRPG にて年齢が30代であることが判明したこと以外、本名や素性は現時点では一切不明。一方でヒサメ、シディには普通に接しており、シディとはのみ仲間、ヒサメからは敬意を向けられており、オーナーはたまに彼女も食事に誘っている。地下にカレコレ屋が入っているビルのオーナーであり、1階に構えているリサイクルショップの店主でもある。陽明のためにリサイクルショップのバイトを引き受けてくれたらしい。詳しくは過去編と陽明初登場回より。あとチャンネル登録よろしくお願いします。